コアのファンにより18年にわたって愛され続け、2020年にアニメ化した林田久志のダークファンタジー作品ドロヘドロ。プライムワンスタジオからは QT1 シリーズに続き、ついに4分の1スケールでのスタチュー化です。プレミアムマスターラインドロヘドロ、カイマン&二階堂、細部までこだわり世界観を忠実に立体化した作品となっております。まずご覧いただきたいポイントは、このドロヘドロの舞台ホールのイメージを再現したベースに2人が作り出すこの雰囲気です。それでは全体を見ていきましょう。主人公の2人であるカイマンと二階堂ですが、それぞれの服の質感が非常にきめ細やかで、ぜひ近くでご覧いただきたい出来栄えとなっております。二階堂の手に持つ餃子も一つ一つが細かいひだまでできており、それを食べるカイマンと二階堂のこの表情、二人の仲の良さが伝わるとてもいい表情だと思います。全体で見てみると、二階堂の膝のあたりで餃子が一つ落ちていっているのがわかります。そしてそれをキャッチしに走る餃子男の姿、この日常の中のワンシーンを切り取ったような構図がドラマティックなストーリーを想像させてくれます。餃子男も可愛さを十分に再現されていると思います。また二階堂とカイマンの頭部差し替えパーツをご用意しています。まず一つ目はカイマンのにっこりした表情。カイマンのこの笑顔とてもいいですよね。二階堂の餃子を美味しそうに食べるシーンや、その他漫画やアニメでも二階堂との印象深いシーンではこの表情が多く登場します。さらに差し替えパーツが付属するデラックス版仕様をご紹介します。カイマンと二階堂のマスクと武装したスタイルのパーツが付属し、武装装備状態とすることが可能です。先ほどの明るく楽しい可愛い二人の雰囲気がガラリと変わり、ドロヘドロのダークな部分が強調されます。足元の餃子男のポーズが違うところも見どころです。ドロヘドロのまさに混沌とした雰囲気をどちらでも楽しめるスタチューに仕上がりました。そしてご注目いただきたいのはホルマリン漬けのカイマンの頭です。カイマンの頭は皮膚の質感から容器に貼られたシールまでしっかりと再現されています。また二階堂の横にあるスケボーも裏面や表面のデザインはもちろん、使い込んで削れた板が非常にリアルな質感となっております。ベースの正面と裏側にはドアがあり、その左右には二階堂の店ハングリーバグの看板や外壁があります。ドロヘドロの世界観らしい荒廃した街や裏路地のようなトタンの壁も施されています。二人の足元にも生活感あふれる小物が転がっており、まるでジオラマのようにディティールにこだわったベースとなっています。プライムワンスタジオでは初となるドロヘドロのスタチュー、カイマンと二階堂の魅力が詰まった造形はもちろん、ベースの細部までドロヘドロらしさを存分に引き出している製品はなかなかないのではないでしょうか。ぜひあなたのコレクションに加えていただきたいスタチューです。